こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日は、うん、こちらの今定番のニラの巻きと、うん、お団子をセットにしてやってみました。はい、ポイントは上目遣いです。ぜひ興味のある方は一度試してみてください。はい、はい、噛みましたね、最後ね。はい、大事なところ。はい、はい、それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順番に表面まで伸ばしていきます。顎を少し上に向けた状態でまとめていきます。そうすると後ろのこの部分がたるみにくくなります。高さは耳よりも少し上の位置でまとめていきます。ゴムでなるべく小さめにお団子を作ります。お団子の部分を持ちながらトップのボリュームを出していきます。毛先の部分を半分よりも少し多めに分けて、長い方をねじりながら巻きつけていきます。三角クリップを使います。地肌の部分と毛束を一緒にクリップで留めます。マフラーを使います。どちらかを長く首にかけます。長い方を首に一周巻きつけます。短い方をここから少し輪っかになるように出していきます。手を持ち替えて、こちら側のマフラーを輪っかを通します。なるべく顔周りに高さが出るように整えていきます。高さを出すことによって小顔効果だったり、お団子がギリギリの高さにあるので上を向くときに可愛く上目遣いができます。はい、こんな感じで出来上がりました。今日は冬のデートにぴったりなマフラーの巻き方とお団子の結び方をやってみました。お団子の高さがこの位置にあると、この高さ以上首は上がらないので自然な上目遣いもできますし、顔周りにマフラーがあることで小顔効果もできますので、これで可愛らしさもより出ますので、ぜひデートの時にやってみてください。